富士、山崎アナ。夫に座薬拒否の姿勢に。既婚、出演陣から総攻撃。富士テレビの山崎幸アナウンサーが、24日、同局の、ノンストップで、夫に座薬を入れられるという、他の出演陣を前に、座薬、入れられます?旦那さんでもお尻の穴はお尻の穴。と発言し、既婚出演陣から、わかってない。と、総攻撃を浴びた。番組では、夫婦のスキンシップについて討論。その中で肩に軟膏を塗ってほしいと妻に頼んだが、断られたという男性の投書が紹介された。これにまず同意したのが千秋。だって汚くない?と、言い放ったため、MC の設楽治から。だって肩ですよ。座薬入れてくれっていうわけじゃない。と、コメントすると、藤本美貴は、私は入れられる。と即答。カンニング竹山も、夫婦だったら入れてほしい。と訴えた。だが独身の山崎アナは、横でずっと厳しい表情。そして、座薬、旦那さんに入れられます?と、驚いた表情。竹山が、結婚してたらできるって。と言い、したらが、大前提として好きで結婚して一緒になってる人ですよ。と、山崎アナ英検したが、でもお尻の穴は、お尻の穴ですよ。と、信じられないような表情。竹山は、結婚してたら、いろんなことがある。パートナーが酔っ払って戻しちゃったってなったら誰が、片付ける?他人は嫌だけど、不思議と、パートナーは、片付けられる。と、説教したが、山崎アナは最後まで納得いかない表情だった。